時刻10時5分を迎えまして、ここからはジェントルマンクラス予選ヒートが行われていきます。タイミング前グリーンフラッグ振られまして、コースオープン。ジェントルマン18台が更新です。さあ、それではこのジェントルマンクラス予選ヒート、先ほど行われたタイムトライアルで、グリッドが組まれていきます。さあ、それではこの予選ヒートのスターティンググリッドをご紹介をしていきましょう。まずはポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー9番アッシュ・ウィズ・スティーム・ジョブス、竹内秀幸。さあ、今日は財布を忘れてノーマネーという竹内がポールポジション獲得です。アウト側2番手スタートにはゼッケン2番 AP スピード山田隆夫、3番手にはゼッケン13番アッシュ・ウィズ・トミー・インダストリー富田信明、4番手スタートにゼッケン58番のティーム匠小林幸晴、5番手からがゼッケン25番大沢雅也、6番手スタートにゼッケン1番の足立義直、7番手からはゼッケン38番タイムトライアルをピークに右肩下がり、ついた名前は右下がりの久保木、右下がり38久保木が7番手、ゼッケン11番清井正樹が8番手スタート、9番手からゼッケン57番の宮田浩二、10番手に古川豊久、長渕博之、北尾紀之、川野正和、新木茂樹、下村幸政、川本則明、加藤義彦、そして西川と続いていく18台。さあ、今西川智則も最後尾グリッドにつきまして、隊列ロックオン。さあ、少し緊張気味の竹内をポールに、隊列がまもなくコリドーへと収まっていきます。さあ、イエローラインまでスピードコントロール、今ブラックアウト、スタートが切られていく。10周での予選ヒート、まずは1コーナーポールシッター竹内がしっかりとキープ。山田が2番手、3番手富田の横に5コーナー、ここで足立義直が飛び込んでいったか。さあ、早くもトップ3台3ワイドになろうかというバックストレート、11コーナー、ここで山田が前に出た。竹内をかわしまして、2番手スタート山田隆夫がトップに躍り出る。竹内2番手、3番手には6番手からジャンプアップしてきました足立。さあ、その足立の横を再び富田が並びかけていきますが、まだ前には出られない。その後ろに小林幸晴か。11コーナー大沢が回ってしまった。久保木の横を並びかけていった大沢ですが、こらえきれずに回ってしまった。さあ、これで並ばれた久保木のポジションを落としてしまっている。そして2コーナーでもイエローが出ている。ああ、2コーナー先でクラッシュパッドの下敷き。トップで戻ってきた山田の姿がありません。なんとトップ走行中、山田隆夫バランスを崩した2コーナー、トップが入れ替わって竹内に戻っていく。竹内、富田、足立、小林のトップ4。
今入ってきた情報によると2番手を走行中竹内が目の前の山田を押して山田が飛ばされたというような状況が入ってまいります。さあそして右肩下がり38久保木は14番手でコントロールライン通過をしていった模様ですが、さあジェントルマンクラスのこの予選ヒートは先頭集団4大パック、そこから間を空けてセカンドグループのリーダーには昨シーズンのジェントルマンクラスランキングリーダーシリーズチャンピオン清井正樹を先頭としてセカンドグループが組まれていきます。今ホームストレートを通過していきましたゼッケン25番の大沢雅也ですが、右リアのバンパーが外れてしまっているか。ゼッケン25番大沢にこの後オレンジボールが出されていきます。先ほどのスピンによって右側リア、バンパーを落としてしまったか。さあこれでラップリーダー竹内を先頭に5周終了、予選折り返しを迎えていきます。さあオレンジボールを受けた大沢はここで車検場にマシンを戻しまして予選終了。パック竹内、富田、小林、その後ろ足立が少し遅れ始めてきたでしょうか。ピットロードではプッシュのサイン。さあタコツボを立ち上がってきて再びまた3番手小林の後ろに近づいていけるか。その後ろでは5番手清井正樹と古川豊久の2台。あーそして11コーナーで1台、こちらもまたスピンカー、リアからテックプロにヒット。さあリスタートは切れましたが結局最終セクション13コーナーでマシンが止まってしまっている。ゼッケン7番川野正勝という情報が上がってまいりました。最終セクション川野がストップです。さあそこに先頭集団が差し掛かってきました。依然ラップリーダーを続けているのはノーマネー竹内。さあその竹内に対して2コーナー、ここで富田が飛び込んでいく、富田が飛び込んでいくが止まりきれない。後ろから小林も伺っていきますが、逆に5コーナーでその小林のインサイド足立が飛び込んでいきます。富田は2番手キープ、その後ろ3番手が入れ替わりました。
この後トップ竹内が帰ってこれば予選ファイナルラップ。さらに今全権15番の下村も車検場に戻ってストップとなってしまう。さあ先頭集団ファイナルラップへと入っていきますが、2コーナー小林が足立の横飛び込んでいきましたが、ここはポジション変わらずトップは依然竹内キープ。少し後ろ富田とのギャップを作ってきたか。さあその先頭集団にこのファイナルラップ清井正樹、古川豊久も近づいてきます。さあこのままこの予選もポールトゥーフィニッシュを迎えていきました。竹内秀幸トップチェッカー、富田が2番手、足立は3番手、小林、清井、古川、北尾、宮田浩二、長渕、新木茂樹は10番手結局、久保木も11番手までポジションを上げてチェッカーを迎えてきました。